2018年のアメリカのイランに対する制裁により韓国企業に支払われていなかった輸出代金7000万ドルが3年経って回収されたことが確認されました消息筋が14日明らかにしたところによりますと40社余りの韓国企業は先月末までにアメリカの対イラン制裁で支払われていなかった お7000万ドルをイランの輸入業者から受け取りましたトランプ政権は2018年イランが核合意を破棄したことに対して制裁を科し韓国の中央銀行に預けられていたイランの原油輸出代金70億ドルを凍結しましたこれについてバイデン政権は イランに対する制裁規定を一部緩和し、韓国で凍結されている資産を使って、滞っている韓国企業への輸出代金の支払いを認めました。